さあ、準備はいいですか？新しい作詞にチャレンジしてみましょう。これを見ていると、無限の回廊の中心へ飛び込みたくなってしまいますよね。この画像は静止した作詞ですか？それとも動いていますか？これは動いています。アーティストは交代し続ける回廊の効果を作り出すことにより、視覚を欺いているんです。そのまま見続けても終点にはたどり着けませんよ。このスタイリッシュな虹模様のトンネルはどうですか？この画像は動いていますか？この画像も静止していますが、カラフルなブロックが飛び出しているように見えますよね。ジグザグ模様は絶対に信用してはいけませんよ。脳に錯視を与えるので動いているように見えることもあります。この螺旋状のジグザグ模様は回転しているように見えますが、実際は動いていません。この画像の隅に目を向けると動きが遅くなったり止まったりします。どうですか？目は画像を修正するだけでなく、見えなくしてしまうこともあります。この綺麗な虹のような模様を見つめてみましょう。瞬きせずに画面の中央を見つめてください。正しく見つめていると背景の虹色の模様がゆっくりと消え始めます。この画像には魔法がかけられているわけではなく、脳のトリックで模様が消えて見えるのです。これが起こるのは真ん中を直接見つめている時だけ。次に行きましょう。この画像は動いているように見えますか？真ん中をじっと見つめていると模様が呼吸し始めるかもしれませんよ。波打っているように見えるのは単なる脳のトリックです。この三角形の回廊の場合はどうですか？静止画ですが、三角形の中心に視線を合わせると動いているように感じるかもしれません。コツは頭をまっすぐにして動かないということ。この傑作を見てください。静止した錯覚画像ですよね。でも焦点をずらして真ん中を見つめていると星が踊り始めます。すぐに見えるので瞬きをせずに見つめてください。動きを止めるには何度も瞬きをしてから目を細めてみましょう。皆さんはダイヤモンドが好きですか？もし好きだったら次の画像も気に入ると思いますよ。このダイヤは明らかに動いていますよね。もちろん動いています。でも錯視で動いているように見えるのではなく、実際のアニメーションによるものです。次に行きましょう。白黒の街の上を飛んでいるような気分になりませんか？でもこの絵は全く動いていません。線の方向によって脳が 2D を 3D 空間であるように見せていますが、実際にはアーティストが遠近法を使っただけなんです。これは錯視画像でしょうか？いいえ、この模様は実際に動いています。気づきましたか？この奇妙な模様は動いていますか？この画像の場合は前の模様と違って動いているのではなく、静止した錯覚画像です。動きを止めたかったらホイールを一つ選んで中心に焦点を合わせてみましょう。この無限の回廊は静止画像ですか？
それとも実際に動いていますか？これは動いています。では、次に進んでみましょう。この画像はどうですか？これも実際に動いている動画ですか？それとも動いているように見える錯視画像？これも綺麗なアニメーションです。すぐにわかりましたか？次の画像です。ここに見える3台の車のうち、どれが一番大きくて、どれが一番小さいのかわかりますか？実際には3台とも同じ大きさです。いわゆる空気遠近法によって奥行きのある錯覚が生み出され、3台が違うサイズに見えるんです。このトリッキーなアートを見てみましょう。渦巻きですか？それとも何重にも重なった円？円です。でも対照的な縞模様なので、脳が混乱して渦巻きに見えるんです。この黒と白のホイールはどうですか？前の画像と違って渦巻きになっています。これを見てください。もう 3D に見え始めましたか？中心に焦点を合わせてしばらくすると、いろんな色が脈打っているのが見えますよ。それは錯視で、実際の画像はただの白黒です。次の無限の回廊を見てみましょう。波線が飛行しているような効果を生み出しますが、静止画像か実際に動いているのかわかりますか？これは動いていますが、動画を停止して画面の中央を見つめても動いているように見えます。この白黒の傑作はどうでしょう？実際に動いていますか？それとも目の錯覚で動いているように見えるのでしょうか？はい、この画像も動いています。次に行きましょう。この無限の回廊の中は動いていますか？それは錯視です。これは静止画像ですよ。次はどうでしょう？静止していますか？それとも動いていますか？この模様は静止した白黒の錯視画像によく似ていますが、今回は本当に動いています。このトリッキーなトンネルを見てみましょう。実際に動いていますか？動いています。では動画を停止して、瞬きせずに中央を見つめてみましょう。画像が少し動き始めますよ。次に行ってみましょう。この模様の中に隠れている数字が見えますか？はい、532です。この画像はどうでしょう？数字が隠れていますか？はい、417です。この中に数字を見つけられますか？8249です。次に進みます。数字が見えますか？今回は数字ではなく、英単語が隠されていました。ウィグって分かりましたか？この画像はどうですか？
この中に英単語を見つけられますか？単語が見つけられなかった人が正解。何も書かれていません。この画像には英単語が隠れていますか？答えはジョイです。この美しい万華鏡にはどんな文が隠されていますか？Be yourself と書かれています。次に行きましょう。どんな文字が隠されていますか？キュアリアスと書いてあります。この画像はどうですか？ここには Keep Calm と書かれています。次に進みます。ここではオレンジ色のブロックの上に灰色のバーが動いています。でもバーの灰色の色を変える方法があるんです。画面の右下にある黒い点を見つめると、灰色のバーの色が青か緑に変わり始めます。では、瞬きせずに黒い点を見つめて、色が変わるかどうか試してみましょう。どうでした？青に見えましたか？それとも緑色？クラクラしてきましたか？次の画像でちょっと休憩しましょう。この写真は白黒ですが、色を見る方法があります。女性の鼻の黒い点を10秒間見つめてください。そして壁を見ながらできるだけ早く瞬きしてみましょう。この女性が壁に色付きで見えますよね。この絵文字を見てください。この顔を見つけられますか？ここにあります。見つかりましたか？次に行きましょう。この絵文字を見つけられますか？ここに隠れていましたね。この絵文字はどうですか？この顔を見つけられますか？あ、いたいた。では、少しレベルアップしましょう。この顔を見つけられますか？ここに隠れていました。ここにある絵文字はすべて同じですか？いいえ、これは他のと違いますよね。この中にハートを見つけられますか？はい、ここです。わかりましたか？今回はどうでしょう。この顔を見つけられますか？引っ掛け問題でした。この絵文字はこの中にはありません。ここにある絵文字の中にライオンを見つけられますか？ここにありました。次に行きましょう。この可愛いお顔を見つけてください。ここにありますね。これと同じ絵文字を見つけられますか？あ、ここです。お疲れ様でした。ではまた今度。